ここはね、僕が16年前にゴミの山だったところを買ったんですよ。この建物を、今僕のこのいる建物を毎日毎日こう自分のお小遣いで少しずつ作って、5年ぐらいかかったのかな、かかってここを作ったと。うちは一番多い時は20人1日で来てたんですよ。で、来てた子はみんな自閉症だったりダウン症だったり、それをここに持ってきて作ったっていうことですよね。で、その子たちにその生きるために必要なこと、もちろん馬に乗ったり森で遊んだりで畑作りもしてたから、3月11日の時点は僕は自分の小さい車に乗って違う山を見に行ってたんですよね。そしたらそこでこう山鳴りがしたって言うと変だけど、山からこう音が響いた音がしたんですよ。その近くに落ちる前にゴロ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 って大きい音がしますよね。あれと一緒で山からそのゴーってこう響いてくる大きい音がしたんですよ。ドーンとこう、横に揺れながら走った時に目の前の道路がこう波打ってるように見えたわけですよね。で、僕のマイクロバスに職員とうちの子供たちを乗せて、でこう一人ずつうちを送ってったら、津波が海が6号線を越えてかなり来てたので、余震ももちろんあるし、それを見てこれは大変なことになるっていうことを直感をして、夜にその僕は消防団だったので、その原子力発電所でその津波による被害が出て、その避難命令っていうか避難勧告が出たっていう話を聞いたのと、もうなんと次のことを考えなきゃいけないっていうふうになった。保護者を呼んで、その当時の両者の保護者を呼んで事情説明をしたんですよね。で、その時にはもうまだ 2.8 とかあったので、高いでしょっていう、下がらないから苦渋の決断でしばらくの間お休みをしますっていうのを保護者に説明したんですよね。やっぱり寂しいですよ。前は毎週土曜日は朝から子どもたちがいて一緒にご飯を作って食べて、僕がここにいると外に出てたりすると子どもたちは呼びに来たり何かをしたわけだけど、今は全く何もないわけだし、間違いなく言ったら子ども以上に僕の方が泣いちゃうと思うね。その僕の方が悲しくなるって泣いちゃうというのは、あえて嬉しいっていう気持ちもあるかもしれないけど、うちの子供はやむを得ず帰ってきたけども、鹿島のところに一人で生活させるわけにはいかないし、今は妹のうちに住んでもらってます。やっぱり、まあ、学んだことっていうと、まあ、やっぱり今までは普通にその家族と暮らしててそれが当たり前だと思ってたのに、やっぱこういざバラバラになってみると、やっぱりそれこそ兄弟の大切さとか、まあ親がいる時がどれだけ楽かとか、そういうことがよく分かりましたね。痛い。俺でも相撲やってる先生の肩もんでからこんなんじゃ柔らかい。痛い。柔らかいんだって。痛い。痛い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 。
痛い、もっと優しく、くれるって言うまで本当に、いやだね、本気で言ったけど逃げた、いやだね、痛い、筋肉痛で動けなくなる、押してるでしょ、いやだね、少しですけど、あのお父さんの仕事場とかに、まあ、たまに手伝いに行ったりとかしてて、まあそういう将来山の仕事もいいなとか思ってたのに、やっぱりその今まで親父がしてた仕事がもうデイサービスの方も林業もどっちもできなくなってしまって、せっかくまあ今こう長年やってきて軌道乗ってきて新しく建てたばっかなのに、もうこんなことになってしまって、まあ俺らも大変だけど、それ以上にやっぱ親父の方が大変なんじゃないかなとか思います。で、いろんな地域で森も除染します、山も除染しますって言っても、森や山を除染するためには土を剥ぐしかない、学校と同じようにね、剥ぐためには切るしかない。そしたら今まで残ってきた景色は全部変わってなくなる。それが100年なら2代前の人、必ずその木を植えた人がいるわけだから、その人を植えたっていうことで僕とその人のつながりがそこにあるわけだから、切らせてもらうよと。だけどそれが全部除染という名のでものでやるときには、その木に対する配慮は一切ないんですよ。ただ切るだけ。東電も自分たちの代で先祖が代々残してくれたこの自然を全てあの人たちが無にしたっていう、それはその、除染がとか何がっていう簡単な問題じゃない。まあ、東電は一番その昔からあるものがなくなるっていうことの尊さは分からないと思うけどね、そこが一番。